菊池さんの方のテニスとですね戦おう、そして菊池さんの方が多分まあトイックはそういうふうにどんどん出していくと思います、うん、さあでは始まりました、もちえちゃんです。今回はイングリッシュモンスターの岸先生においでいただきました。ありがとうございます。もはや恒例ですがイングリッシュモンスターではございません、インチキモンスターで、はい、略称チキモン菊池と呼んでください。チキモン、はい、ポケモンみたいな今回はですね、245回ですねトイックを受けたんですけども、2人とも同じフォームだったんですよ。そうですね、全く同じだったんで、なので戦ってみるということで、はいはい、僕の開封動画をもうすでに上げてありますけども、岸さんの方の点数とですね戦おうと。でもし両方とも満点だった場合はアビリティーズメジャーといって、あの正答率出るので、はい、その正答率で戦うということになりますので、うん、はい、はい、あ全く今はときめく森哲先生と戦うとか、はい、そうです。でトイックっていうのはフォームが複数ありまして、大体1回に3フォームですね、3パターンの試験があるので、会場によって違うわけですね、うん、受験者数が少ない県だと同じなんですよ全部、はい、県で全く同じ、まあ、大体中部地方ででも同じとかって言われたりするんですけど、関東はバラバラなので、うん、もう東京なんて会場によってバラバラになりますので、なので2人が同じになる可能性っていうのはまあ30何パーセントなのかよく分かんないんですけど、今回はその245回同じだったので、はい、全く同じフォームなんで全く同じ問題での対決ということになりますので、それでは見ていきましょうかね、はい、あまずファイちゃんですね、お満点ですね、はい、ということで87回目。そして菊ちゃんの方が はい、こちらも満点ですね、ということで2人とも満点だったということで、うん、アビメ勝負何回目の満点なんでしょうかこれで。多分93回、いや僕らよく考えたら YouTube 大変ですよね、毎回数変えていかなきゃいけない、そうですね、何回っていうのをいろんなとこかいじらなきゃいけないね動画サムネ変えてって、しかも来るんですよ、あれ何回って書いてあるのになんでですかみたいな、それもう変わってっちゃうから1ヶ月で変わ親切な方がいらっしゃるもんで、ね、そうなんですよ、回数違くないですか、いやもう変わっちゃうんですよ1ヶ月で、うん、で僕今記事を出してるんで、はい、オンラインの記事になるんですよ、うん、僕が、あ見てくれてますかね皆様見てくれてますか、であの角川で YouTube で出したやつが記事になって、オンラインの記事になって出てるんですよ、はい、そこ毎回出る頃にはトイックの満点の数が変わってるんで、毎回あの編集の人が修正してくれてすごく困ってるんですけども、さあそんなですね菊池さんですね、93回と87足して180枚、スコアシート持ってきてもらいました菊池さんも。で僕も見つかっただけ一生懸命探して持ってきたので、その並べてみますので、はい、後で満点のやつを並べて部屋中にやったらどうなるかっていうですね絵図を撮ろうと思います、うん、YouTuber っぽいですね、全くくだらねえこととか、そう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 批判めっちゃ低評価めっちゃつくと思いますけど、はいはい、お待ちしてます、ぜひいっぱい撮ってください、はい、それをいやダメですはい、なんでそれをまあ新年に出そうと思いますので、はいはい、新年のその動画も期待しておいてください。では勝負いきますね、はい、まずはアビメ見ていきますか。じゃあリスニングのアビメを見たいと思いますね、リスニングのアビメはこうですね、よっ、さて点数はどうてんですけど、はい、ということで194198100という形になっているので、僕は2問間違ってますね多分ね、3問の可能性もありますけど、じゃあ菊さんの住所が見えちゃう探しちゃってるので住所バレてもいいんですか、菊池さんのリスニングはこうなりましたね、100、100、100、98、あ同じですね、98のところは1問パート4だと思いますね、うん、パート4で、うん、間違ったなと思ってたんで、あそうですね、平均見て分かると思うんですが、はい、この三角のところですね、平均が出てて平均が全く同じになってるので、フォームが同じフォームだっていうことになるんですね、うん、この平均変わるのでフォームが違えばやられたとすればパート3と4は多分自信 できた自信があったんですけど、そこで間違っちゃったんですよね、4だと思います、僕4だけできなかったんで、1、2、3は全部できた自信があったんで、
パート4でちょっと 2でちょっとややっていうのがなんですけど、はい、3と4は多分自信があったんですけど引っかかっちゃったのかな。あと2の最後の問題かなんかがめちゃ難かったんですよ、うん、ということでリーディング勝負ですね、はい、そうですね。さあ果たしてリーディングは一体どうなったのか、はい、そうか同時に出せばいいですね、はい、右が私で左が岸さんのやつになります。今のところは岸さんがリードという形になっておりますので、ここか、はい、さあそれではリーディングはこうなりました。はい、僕の方はオール100ですね、全問正解、で、キちゃんの方は95、97という形で2箇所引かれてますね、1問だらけで2問差はきつい鼻立たしい2問ということで合計じゃあおそらく2問ミスと3問ミスってことですね、はい、ということで勝ったらいいですか勝ったらいいですか、あら、Thank you. やっぱ推測と散りばめっていうのがやっぱり難しいんですよね。だから平均、あ、今回語彙の平均が低いですね。でもね、語彙は50ですわ。そう、特に難しい語彙はなかったような気がする。でもここ低いですね。ここ2回ぐらいでちょっと嫌な問題はあった。はい、11月は文法の、で12月はなんかリーディングの問題で、どう考えてもどっちも灰色じゃんっていう問題があって、ムカついてはいるんだけど。ちょっと評価したいのはシングルス、なんかはめ以下の屋根のはめ板みたいな、はいはいはい、その生活に直結するような、うんうん、結構普通に新聞とか雑誌見てると出てくる言葉なんで、その分からないまま はめ板とかこけられたとか、覚えちゃいましたけど、テレビショッピングとか出てきますね、うん、はい、そこに登場、うん、アメリカのやつに出てくるんですが、うん、そうですね、そういう時っていうのはやっぱ画像検索をした方がいいので、分かんなかった。そういうことは一切できません。あ、パソコンない。携帯でぜひ画像検索をしていただければ。あれ、スマホなんですね。スマホはあるんですけど、使い方が分からないので、ほぼ無価値です。じゃあメールできるじゃないですか。メールでできない。メールと普通の検索だけでできます。そう、今のところトイックでは出てなかったような。はいはいはい。言葉をじゃんじゃん出してほしいなと思っている単語がちょこちょこ出てきてたので、なるほど、これはなかなかいいなと、うん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 、多分トイックはそういうふうにどんどん出していくと思います、うんうん、単語知らなくても直接は関わらないんだけど、多分ボディブローみたいにこれ知らない単語があるひょっとしたらこれ回答のキーかなとかって、はいはいはい、って時間を1秒でも2秒でも取らせるのがあっちの目的ですね。それが目的ですからね、うん、茨の実ブライアかな、 BRIAR かな、 BRIER、 IER か、失礼しました、ブライアですね、はい、ノバラ、うん、ブライア、うん、でこういうのもやっぱり画像検索して、うん、見ておくとすごく役立ちますね、うん、未だに分からない画像検索って、ね、まあ、そっか、画像検索、ね、この間だってスクショ出てね、トイックにね、スクリーンショットが出てね、スクリーンショットが出て、あの最近覚えたばっかりだったんで、スクリーンショットがトイックで出たけどできたぞって言って、はい、僕の会社で自慢したら、そんなの自慢するの日本 です菊池先生だけですってみんな知ってる、ね、スクショで、うん、そうだから流行ったものでミューラルとかもそうですね、うん、ミューラルっていうのを知らない、うん、壁画みたいなやつを知らないっていうので、うん、これも困った人がいるんで、うん、あとはまあおなじみのウィルバローとかね、うん、なんであれこだわるんですかね、すごい不思議、多分、まあ工事の時に使おうからでしょうね、工事現場に、日本はあんまりないですけど、あるのかな、海外は見かけます、ウィルバローは見かけるんで、だから出してるのかなと思うんですけど、うん、でもこれ手押し車すら通じないんで、今のやっぱり人たちは、ね、日本語通じないです、うん、手押し車、猫車、うん、で僕は一輪車って言ってたんですよ、廃品回収の時に、はいはいはい、新聞とか雑誌を回収してそれ載せるっていうのを一輪車って呼んでたんですけど、やっぱ当然本で書くときに一輪車って書いちゃうとユニサイコーになっちゃうんで、みんながおいおい違うじゃないかってなっちゃうので、これ役で非常に困るやつですね。そういうトイックではこれからまあいろんな難しい単語が出てくると思います。やっぱり、はい、で出してほしいですね、出してほしい、これからどうなっていくか、来年もですね、はい、受けていきますので、うん、来年は僕10回とも受けられるので、ぜひぜひ、来年9回ですね、多分、あ、7月の、あ、10月2回、あ、そうなんだ、そういう情報は全然
10月2回ありますので、うんはい、なので僕は7月毎回受けられないので、はい、合宿で、まだ2020年は7月がないので、うん、全部受けられますので、うん、今回はあの開けて前に開けてしまったけど、はい、なんかできれば皆さんの前で開けて、そうですね、あのやろう、開封の木をね、鼻くその木道はブッブッでも一応液体は砂とですね、固体とか、なんでこうベトンでは、またよろしくお願いします。次の動画でですね、これを並べますので、並べるやつを、ね、トイックのやつをやりますので、そちらも新年、ぜひご期待ください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。